ピーテル・パウル・ルーベンスが描いた、ネメアの獅子と戦うヘイラクレース。マサチューセッツ州ケンブリッジ、フォック美術館所蔵。ネメアの獅子は、ギリシア神話に登場するライオン。ネメアの谷に住み着き、人や家畜を襲ったとされる。母はエキドナ、父はそのコールトロストも、テューポーンとも言われる。エピメニデンスによると、ネメアの獅子を生んだのは、セレーネーであり。 恐ろしい身震いをした時に地上に降ってきたという。また、ヒュギーヌスによると、セレーネーは、ネメアーの獅子を二つの入り口がある洞窟で育てた。ヘイラクレースの最初の難行はこのネメアーの獅子を殺して、毛皮を持ち帰ることだった。ヘイラクレースは矢を打ち、ついで棍棒で殴ったが毛皮には、傷一つつかなかった。平楽レースは三日間獅子の首を締め上げて獅子を、 死死の皮は死死の足の爪で引き裂かれて、ヘ楽ラクレースの服にされ、肉は食べられたという。その後、ネメアの死死は動物の王としてゼウスによって空に上げられ、星座の一つである死死座になったと言われている。またネメアの死死の毛皮に包まれたものは不を授かるという伝説も生まれた。アイスキュロスの現存しない悲劇。 トラーキアの女たちでは、トロイア戦争の英雄ダヤアースは幼い頃に、ヘラクレスによって、毛皮でくるまれて、不死を授けられたが、ヘラクレスが矢筒を身につけていたせいで、脇腹だけ毛皮が触れず、その部分だけ不死にならなかったと伝えられている。通常のライオンよりも大柄、洞窟を住居とする、単独生活など推察されている、ヨーロッパホラーナライオンの生態と共通点が目立つ。 ありがとうございます。